はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回はね、鬼滅の刃、はい、こちらは公開されましたね、映画、はい、無限列車編、はい、あちらはね、私はちょっと見に行こうにもあれチケット取れないんじゃないかなと思うんですよね。まあ機会があればっていう感じですかね。はい、で今日はね、ちょっとローソンの方に行きましてね、はい、購入してきたものをご紹介したいと思います。はい、まずはこちら、はい、鬼滅の刃メロンミルク味のジュース。はい、こういうちゃんとね絵柄なってるんですよね。はい、これとね、はい、こちら最新刊22、はい、22巻の、缶バッジセット&小冊子付き同梱版、はい、こちらを購入してきましたね。はい、22巻、はい、一応ねこうやって缶バッジが8個入り、大きいのが、2個、この絵柄ですね。で、小さいのが6個、はい、この6個、はい、で、小冊子が、こちらですね、鬼殺隊法特別報告書、はいはい、こちらをね、買ってきたんですが、私ね、コミック集めてないんですよね。集めてないっていうか、この原作自体は読んでないんですよ。はい。アニメから入ってるんでね。アニメの方は見てるんですよね。うん、だからね、まだ、ほんと、列車に乗ったところで終わってるじゃないですか、アニメね。はい。そっから続きの物語が今やってるんですよね、劇場で。はい。だからこれを見終わったら、そっから先の、物語が多分気になると思うんですよ。そうなったら多分買うか、レンタルコミックするか、はい、読んでいきたいと思います。なのでね、22巻買っても読めないつうか読まないですまだ。はい、なのでね、このシュリンクの状態で、私は保存します。はい、なのでこれはねちょっと開封はしませんけど、その代わりね、別のものを買ってきました。はい、こちら、はい、鬼滅の刃ミニ屏風コレクション、はい、こちら買ってきました。はい、こちらはね、全10種こういう感じで本当屏風型になってるんですね。はい、で、1番この絵柄が箱押し仕様ということで、あとはまあノーマルなんですけれども、でシークレットはなしっていう感じですね。はい、ということでね、これは全10種なんですけど、まあ自分が行ったところはね、これがあと3つ、はい、計4つしかなかったんですよね。はい、なのでこれをこのミニ屏風コレクションを、開封していきたいと思います。はい、ではね早速、こう上の方をねちょん切って、はい、開封できる状態まで持っていきたいと思います。はい、ではね、開封していきたいと思います。こんな風にね上の方をカットしました。はい、まずはガムと出しましょうか。はい、ガムはピンク色ですね、根豆子色。はい、ではいきます。あ、ちなみにね、私はね誰推しかっつったらね富岡義勇推しなんですよ。はい、なので自然と2番10番、はい、こちら狙いでいきたいと思います。はい、ではいきます。1枚目、せーの、あ、なるほど、すげえな、ちゃんとしてる。こういう感じで入ってるんですね。はい、ではいきます。
せーの。あららららら、あ、まあでもあらららって言う音でもないけどね。はい、うん、いいなこれ、この屏風風いいね。今までこういう系は色紙アートぐらいしか集めてなかったんですけど、これいいな、この屏風型。はい、という感じで、じゃんじゃん行きましょう。はい、では、2枚目っていうことは、とりあえずこれはこっから出した方がいいと、ね、すぐ開ける状態。はい、いきます、せーの。きった、これ白押しきましたね。おお、まさか残り物に服がある状態、白押しきたな、すげえ。1番が来ましたね。はい、いやこれいいなぁ、これ本当にいいわ、鬼滅の刃、これはいい。はいはい、では3枚目いきます。よっ、富岡さん来てくれ、いきます、せーの。あー、富岡さん来ない。あ、はい、でもこれラストにかけるしかないぞ、富岡さん。あ、これもういきなり出せる状態なんで、はい、いきます、 いきます富岡さん、せーの。滑ったぜ、はい、いきます、せーの。おいしょ、きった。うわ、この最後の最後で来るっていう、持ってますね、これいいな、いやこれほんといいな、いやこれは素晴らしい。富岡さん、おーいいね、いや胡蝶しのぶもいいよな、この2人はいいな、いやこれは引き良かったんじゃねえかな。こう白押しが出たしね、うん、いやー結構引きが良かったと思いますね。はい、であとおまけでちょっとね、試したいものがあります。はい、こちらですね、鬼滅の刃ローソンで買うと応募可能なシール枚数って書いてありますが、レシートをね、にある QR コードを読み込むとこういうね、ページに飛ぶことができるんですが、まあ、商品引換券の他に抽選で当たるこの鬼滅の刃コース、こちらがねいいんですよ。このスカジャンがめっちゃかっこいいなと思って、このスカジャン狙いでねやりたいんですよ。はい、外れると思うんですけど、ものは試しで、で他にもねこういう普通の景品もありますね。はい、ではね、この鬼滅の刃コースの景品を選ぶからいきたいと思います。はい、オリジナルスカジャン、抽選100名様、100人だからねまず当たらないんですけど、でこれはシール2枚で応募できると、でシール1枚がアクリルスマホスタンド、はい、こちらキャラごとで、600名ですね、まあ、こっちの方が当たりやすいんですが、まあ私はね、こちらの、オリジナルスカジャン狙いで一発バクチェでやりますよ。はい、ではいきます、応募する、多分その場で結果わかるんでね、はい、いきます、
あ、外れ。あら、普通に LINE で来ましたね。外れた。まあ、普通に外れたね。はい。何の前触れもなく外れたぞ。はい。という感じで、あと残り5枚なんで、スカジャン2回の、アクリル1回、ちょっと応募しようと思います。はい。これどうなんだろう？これは、ダメだよね。1回1回だね。はい。では、いきます。もう1回いきます。せーの、ほら、残念、外れ。はい、ダメ。いやー、またライン来た。はい、いや、当たるわけねえか。いや、欲しいんだよな、スカジャン。よし、スカジャンラスト1回いきます。いくぜ、来い、当たれ、カモン。あ、いやだろうな。でしょうね。はい。あ、まあ、もうラインうるさいな、もう。はい。ということで、残り1枚なんでね、ちょっとアクリルを選びたいと思います。はい。根津子狙いでいきましょう。はい。根津子狙いでいきます。応募します。当たれ。はい。はい、ライブうるさい。はい。といった感じでね。いやー、まあ、もしね、買うんだったら、皆さん、ローソンで買った方が、こういうくじが引けるんでね。まあ、おそらく当たる確率はもうかなり低いと思いますが。はい。といった感じでね、今日はいろいろと鬼滅の刃買ってきました。はい。いやー、劇場行ってね、劇場のグッズも買いたいですけども、ほとんど売り切れでしょ。という感じで、今回はね、これで終わりたいと思います。ぜひね、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録お願いします。はい。では、今日はこの辺でご視聴どうもありがとうございました。